白山白川郷ホワイトロードは、岐阜県白川村と石川県白山市を結ぶ全長33キロの有料道路で、白山国立公園の雄大な自然を楽しむことができます。2月に石川県側で発生した土砂崩れなどの影響で、岐阜県側の馬狩料金所から三方岩駐車場までおよそ11キロの区間が開通しました。オープンを楽しみにしてましたけど、眺めが良くて走ってると気持ちいいです。石川県側への通り抜けができないため、普通車の料金は通常のおよそ2割引きの1300円です。全面開通は来年の6月頃になる予定です。